はい、こんばんは。ペンジ満載の苦手さよならペンジのうんぬんかんぬんをやっていきたいと思います。今日は4年生の常用漢字の新潟の型ですね、説明をしていきます。はい、まず三髄、一度ギューッと押さえて、で一個分ずらして横に、で次ここに向かって一旦押さえ、反対側に押さえてからピッといきます。で三髄は絶対に一番上とか一番下まで行きませんね。だいたい中途半端です。中途半端な位置で始めて、中途半端な位置で終わってくださいね。で続いてここ一度押さえて、この押さえる位置ももうここだけ見てもらって、この字の、中央ぐらいですね、だいたい中央ぐらいにやっと押さえてシュートのの字で、ここちぼめてくださいですかね。でここで、まあここの高さとここの高さ大体同じぐらいにしてください。同じなのでいい加減なところに打つと、ここ書いた時にこいつ合わせなきゃいけないのでずれちゃいますので、こいつ次書くところの中央かなという感じなので、ここは半々に書かないで、どちらかというと下ですね、真ん中より少し下になると思います。でこちら一度ふっくら、ここ新しいですね、あんまりないですけど、いつもふっくら右上がりって言ってるんですけど、ふっくら右上がりはここはふっくら右上がりですね、というよりかこの新潟の型に関してはふっくら右下がり、ここでここもそうですね、ふっくら右下がりが多く出てきますですかね。ここふっくら右下がりで、これも中央ぐらいまで行ってください、いいですかね、両方中央ぐらいで右下がりで、ここちぼめてください。でこれに関しては半々を狙えば大丈夫です。で閉じると、ここはふっくら右上がりぐらいでいいと思います。でここ隅の方ですね、こことこの間の隅の方に一度押さえてピッとこうのの字で、ここふっくら右下がりですね、ここはふっくらさせて下がってきてください。でキューッと、でこれもまあ中央ぐらいですね、どこまでやればいいかっていうと中央ぐらいで、ここ跳ねるんですけど次の点に向かって跳ねてください。でここの点はこの間隔を揃えて右上がりにラインを揃えて書いてください。でここの幅どれぐらいやればいいかっていうと、ここの下の方が幅広くここやりますので、こいつを目いっぱいに書いちゃうと字がかっこ悪くなるので、こいつをある程度小さく書いてくださいね。この幅いいですかね、こっち下の方が少し幅が広くなるようにデザインしてください。なのでこいつは控えめに書くということですね。はい、それでは書いてみます。ギューッとピッシュ、あ、間違えた、こっちだ。こういう感じですね、真似して書いてみてください。チャンネル登録もお願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な夜をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。